13社ぐらいインターン参加してみたいな感じです。ぶっちゃけまだそこまで本当にガーフレールとかっていけるんですか？まあ、本当夏休み就活捧げてたんで、まあ、もう至極当然の結果かなと。おはようございます。一橋大学3年生の稲山和樹です。2卒の就活生です。今日はちなみに何の予定があるんですか？今日はサマーインターンで参加したマイベストさんという企業さんに社員訪問させていただくことになっているので、そちらに行ってこようと思います。本選考を受けようかなって思ってるぐらい結構気になっているので、しっかり聞いていければと思います。よろしくお願いします。お願いします。マイベストは様々な商品サービスを自社で徹底検証し、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を提供するサービス、マイベストの運営会社です。創業6年で月間ユーザー数3500万人を誇り、世界9カ国に展開する急成長ベンチャーです。稲山くんってさ、はい、就活だいぶガチってたよね、夏休み。そうですね、夏休み全部捧げましたね、本当に。捧げたって何社ぐらい受けて、何社ぐらいインターン参加してたの？30社受けて13社ぐらいインターン参加してみたいな感じです。じゃあもう夏休みほぼほぼインターン参加してるみたいな感じ？はい、6日ぐらいしか遊んでなくてそれ以外の日にち全部インターンとか就活で持ってかれてみたいな感じです。水色がインターンみたいな感じなんですけど、受かったんですけどその後落とされて、もう二度と行かないなってもう心に決めました。本当に選考が難しいことで有名な企業多かったね。まあ、本当夏休み就活で捧げてたんで、まあ、もう至極当然の結果かなと。おお、恥ずかしい。就活のそんだけ頑張るってどこからモチベーションが来てるの？早く終わらせたいというか、まあ、速さが強さだと思ってるんで、本当に早くやればやるだけ就活において強くなれるかなと思ってるんで、もうさっさとやってしまいたいっていう感じです。これはだいたいいつ頃までに内定したいなとか目標はあるの？そうですね、12月ぐらいまでには1個ぐらい内定は取っておいて、まあ、ある程度納得したいなみたいなところ で、ね、年内。はい。じゃあそれだけなんか就活まみれの生活の中でさ、はい、なんか YouTube とかインスタとか見たりするの？あ、本当にめちゃくちゃ YouTube とかインスタ見ますね。はい、あ、見るんだ、意外。なんか就活系の YouTube を見て、まあ、の YouTube とインスタを就活に染め上げることで生活を完成させるというか、なんか就活生になるマインドを作ってるんで。ちなみに稲山くんの軸って何なんですか？そうですね、僕の軸全然固まってはないんですけど、事業面と組織面でいろいろあって、組織面だと、まあ、なんか熱量がある人が多いかとか、あとなんか頭の切れるというか、ちゃんとロジックが組めたりとか論理性のある人がいるかどうかみたいなところで、あ、なんか理念をちゃんと、視座高い理念がちゃんと明確に設定されてて、でそこに行き着くまでのちゃんとストーリーというか戦略が精緻に組まれてるかどうかっていうところは、まあ、しっかり見ていて、まあこんな感じの軸を掲げてますね。マイベストさん知ったきっかけって何だったんですか？そうですね、なんか企業が参加するグループディスカッションのイベントみたいなのがあって、そこでなんか会社の情報とか、あとスカウトとかをいただいたので、まあね、面接受けに行ってみたいな感じで。本選考も受けてみようかなと思った理由って何ですか？そうですね、なんかインターンの中で経営者の方とか社員さんとお話しさせていただく機会あって、なんかめちゃくちゃ熱意もあって頭も切れて優秀な方多いなって思ったんで、まあ、かなり気になってるっていう感じです。絶賛やん。もうマジ結構行きたいなと思った感じですね。今回の社員さん訪問の目的って何ですか？実際に事業の戦略だったり事業みたいなところがどうなってるのかっていうのをちょっと詳しく知りたいなと思ってって感じです。ドキドキですね。はい、ドキドキです。じゃあ入っていきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金村と申します。金村と申します。お願いします。お願いします。もうすぐ佐藤参りますので先ご案内します。はい、もうすぐ佐藤さん来られるということですか？はい、いやもうゴリゴリ緊張します。はい、こんにちは。よろしくお願いします。改めてなんですけれども、株式会社マイベストの佐藤と申します。よろしくお願いします。稲山和樹と申します。よろしくお願いします。多分インターンでも自己紹介させてもらったんですけれども、はい、コンテンツ部で今部長を務めている佐藤と申します。社会人6年目とかかなになるんですけれども、部長としては今3年やらせてもらっていて、まあ、マイベストのこといろいろ知ってるので今日たくさん質問してもらえると思うので楽しみにしてます。よろしくお願いします。
そしたらじゃあちょっとまず最初に質問させていただきたいんですけど、はい、まあ、これ実際に新卒から入って本当に携われるのかなとか、うん、そういったところちょっと気になってお伺いしたいんですけど、はい、全然まず携われるっていうのが結論の話なんですけど、実際に今22卒で入社した子とかも本当にド新規の事業を任されてるんですね。どんなブランドのコンセプトにするかとか、そのブランドのマーケティング戦略どうするかとか、なんか正直そのポテンシャルとか挑戦とか意欲がある人には何でも任せたいっていう風土のある会社です、うん、ありがとうございます。それちょっと2つ目の質問に移らせていただきたいんですけど、うん、かなりその徹底的なガチの検証みたいなところが、うんうんうん、御社の強みだと思ってるんですけど、うん、他の大企業にそれこそ同じようなことをされた場合って、うんうん、まあ、なんかどうなるんだろうっていうのが少し気になってて、うんうん、その他社の追随とかを許さないような何か武器みたいなものがあるのかなっていうのを少し伺いたいんですけど、うんうんうん、多分真似されることはあると思うし、うん、まあ、本来ウェブサービスって参入障壁が低いので、うん、ただ一方で私たち今商品データベースっていうのを作っていて、実際に商品を買ってで使って、でそれを定量的にデータにしてユーザーが扱いやすい形っていうのを作っていってますと。でそれを作るまでのオペレーションとか、まあ、購入費用とかコストとか、あとは検証設備とかですねっていうのも全部お金かけて作っていってるんですけど、うん、それを今からゼロから作ってすぐに追いつけるほど本当に簡単なものではないと思ってます。なんで、まあ、今こうやって先行者として、まあ、商品データベースを作っていることで、それをしっかり運用できるオペレーションを作っていることっていうのが、まあ、もうそれ自体が他にない強みで、うん、競合を突き放す一個のキーかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます、はい、はい、ここが執務室で、エンジニアの皆さんがここにいるので、ぜひ話しかけに行って聞いてみましょう、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。そのじゃ具体的に商品データベースみたいなところがどんな感じになってるのかとか、どんな風に組んでるのかみたいなのを伺いたいんですけど、はい、お願いします。わかりました、はい、検証自体というよりも、うん、その先にあるなんか最高の選択体験をみたいなところで目指してる会社はあんまりないんじゃないかなと思います、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。御社の強みとしてなんかオペレーションとデータベースがあるってお話いただいて、はい、で具体的にオペレーションチームの方にオペレーションどんな感じの強みがあるのかみたいなところを伺いたいんですけど、まずは量を、うん、まあ、高めていくっていうオペレーションがあって、購入して撮影して、でやっとこう担当者の方に渡せるっていう流れを最短で5日程度で実現するっていうのをオペレーション構築することで、本当に実現をしてます。商品買ってから、まあ、ユーザーさんに早く新鮮な情報を届けたいっていうところを早める動きと、うん、質の高いデータベースでないとユーザーさんを満たせないっていうところで、そこもしっかりオペレーションを組んで回してるっていうのが、まあ、競争の優位性とかにもつながってるんだと思います。ここはひざ掛けとかもやってますし、うん、カメラが4台あると思うんですけど、まあ、そのいろんな角度から商品を撮って360度の商品画像が撮れるような機械になってます。すごいですね、はい、確かにこれも。ただここから佐藤さんについてというところと、あとその御社の事業面について少し伺いたいんですけど、うんうん、御社は多分マイベストっていうそのワンプロダクトでやられてる企業さんだと思っていて、うんうん、複数事業を展開する他の企業と比べるとやっぱり第2第3のがないっていうところで、まあ、若干なんか弱みになるのかなとなんか漠然と思うんですけど、うんうんうん、そこに関してはそのどのように考えられてるのかっていうと、はい、2個あると思っていて、はい、1個がオールジャンルでやってるっていうところがあると思ってます。あ、まあ、1個ずつ本当に全部選択体験で違うんですね。でその一つ一つをちゃんとカスタマイズしてやりきっていくことができたら、うん、全てがどんどん、まあ、第2の矢でも第3の柱でもなっていくのかなっていうふうに思ってます。私たちも海外にもすでに事業展開していて、ユーザーが数百万とか来てくれてるんですね。国内のモデルを海外にも渡していって、マイベストっていうのをどんどんこう世界に増やしていくことができたら、もう本当に強固なものになるんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。もう一個質問あるんですけど、うん、なんか企業としての今後の成長プランみたいなものを伺いたくて、うんうん、ぶっちゃけまだそこまであまり知名度ないかなと思ってるんですけど、うん、ぶっちゃけまだそこまであまり知名度ないかなと思ってるんですけど、うん、本当にガーフレールとかっていけるんですか？はい、それについては日常的にマイベースを使ってもらうサービスにしていく。でそしてうちが国内で作っている商品データベースのような形をローカライズして海外に展開していくっていうことをどんどん進めていくことで世界的なサービスになっていけるんじゃないかなと思ってます。あったこれですね。あ、すごい。これを押してもらうと、もうすごい、ぐるぐる回して、あ、ここにコンセントついてるんだなみたいな、回りすぎちゃった回りすぎちゃった
すごいな。これいろいろ確かめてみたいとか来る前に言ってくれてたけど、どうですか？はい、いや結構確かめたいところが確かめられて、結構なんか想像を超えてくる精緻さというか、なんかちゃんと緻密なんだなってところも見えたし、あと何より佐藤さんが結構頭いいなっていうか、なんかちゃんとロジカルに考えられてるんだなっていうところも結構伝わってきたんで、すげえなーっていう感じです。ありがとうございます。はい、ここは海外事業部の席になってます。じゃあ早速あの話を聞いてみようと思います。はい、ありがとうございます。結構マイベストさん日本ではまあかなり流行ってきてるかなとは思うんですけど、はい、フィリピンとかでは実際どんな感じなんですか？そうですね、フィリピンでまだこういうサービスがなくて、あ、まあ、これから実際に展開できるように、うん、流行りそうな可能性みたいなの結構見えてますか？見えてます。ありがとうございます。多分検証がかなり大事だと思うんですけど、本当にお金を、まあ、企業さんからもらわずにちゃんとやってるみたいな感じなんですかね？そうですね、全部ガチでやってます。お金はもらってないです。はい、検証をしている人がいるので案内させてもらいます。はい、お願いします。行きましょう。コスメチームで検証している方なので、ぜひちょっと話を聞かせてもらえればなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ検証についていろいろお伺いしたいんですけど、はい、まずそのマネタイズ、どうやってお金稼いでらっしゃるのかみたいなところを伺いたいんですけど、うんうんうん、はい、基本的にメインは EC からの送客の収益とバナー広告だったりとかタイアップ広告でマネタイズしてます。クレームとかってそのランキングの低い企業さんから来るのかなとか思ったりするんですけど、実際どんな感じなんですか？なんか実際にそのメーカーさんからクレームが来て、私たちとしてこういうスタンスでやってるとか、こういうふうに検証してるんだっていうふうにしっかり説明させてもらえると、メーカーさんからそうなんですね、分かりましたみたいな、私たちも頑張っていい商品もっと作りますみたいなふうに、すごくそっちの方が多いです。なるほど、ありがとうございます。はい、あ、今日はありがとうございました。本当に自分の想定をはるかに超えてくるような回答が一個返ってきたので、すごい学びになりました。ありがとうございました。よかったです。本当にいろいろと質問してくれて嬉しかったので、ぜひこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。先生ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。今日どうでしたか？いや今日すごくためになりましたね。はい、こう自分の就活の軸どのぐらい満たしてるのか検証したいみたいなところだと思うんだけど、どうでしたか？かなり検証できたかなと思います。特に事業面があまり分かってなかったんですけど、そこら辺もかなりストーリーとか精緻に分かって、普通に10点満点中10点ぐらいつけられるぐらいの、はい、理解度を示せたかなと思います。第一志望群に入ってきそうですか？いや、はい、もう間違いなく第一志望群に入るかなと思うので、本選考もしっかりガチガチに固めて受けに行こうと思います。逆にこう懸念点とかはないの？なんかわちゃわちゃしてるというか、もし陽キャオーラを感じるようだったらちょっと厳しいかなというか。陽キャはちょっときつい？そうですね、陽キャオーラを感じるところは行きたくないですはい、でもじゃあ選考がこれからもあると思うんですけど、陽キャベンチャーじゃないことを祈って頑張ってください。はい、そこを確かめつつ頑張りますありがとうございました。ありがとうございました。